お世話になります。ひとりでございます。また、レイドが更新されましたので、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。もうすでに月替わりのレイド、やっぱりもうなくなってですね、完全に3日間限定のレイドだけになってしまいまして、今回もその通り、7月9日から7月12日の月曜日8時59分までの短期間レイドとなっております。で、今回出現するポケモンは、カレー作った時のランクのポケモンみたいな感じのレイド。すごいなんか新しい着眼点ですよね。急に。すごいマニアックな感じですけど。で、実際何が出てくるかと言いますと、ドガース、ソーナンス、マホミル、ダイオード、リザードンですね。私ダイオードとマホミルぐらいしか分かんないかな。あと見たことないかもしれない。で、こんな新しい感じのテーマのレイドなのに、今回色違いあります。何が色違いで出るかというと、ダイオードですね。いや、なんでリザードンじゃないのとか思いますけど、一番上の階級じゃんと思って。ただダイオードらしいです。まあ、とりあえず今回はね、そいつ捕まえていきたいなと思います。はい、じゃあやり方についてはいつも通りですね。不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取るでやっていきましょう。まあ、私はまたねインターネットに接続できない、ネット回線がないです。まだ私はテザリングで参りたいと思います。テザリングでできんのマジありがたいなっつう話っすよね。この一瞬だけ繋げればいいからいけるってのはマジでありがたい。救世主だ。はい、これで、OK ですね。はい、行きましょう。ということで、出現する場所はね、いつも通りどこでも出ると思いますので、私のいつものね、場所でやっていきたいなと思います。はい、入れていきましょう。はい、これで中身見ていくぞ。一発で来いよ。おい、来たすげえこれすごいな。また運が結構来てんじゃねえの。前回落とすパス、でしたけど、すぐ出ましたんで、また今回も出そうな気がしますね。で、また今回もね、5つ星の大王道だけ、確率が上がってるら、とのことらしいので、5つ星出てたので、もういきなりね、やっちゃいたいと思います。はい、行きますか。レポートもこれ書く必要ないのでね、そのまま行っちゃいたいと思います。これ一発で来たらマジで、前回以上の奇跡だよ。本当にそれ来る可能性あるよ。最近結構ね、運いい感じもするから。あー違うか。さすがにそれは調子乗ってたな。私バカだったな。そういう風にね、調子乗りすぎるとあんまいいこと起こらないからね。ちゃんとここで反省して、リセットしてバグ使っていきましょう。というね、あんま良くない感じですけど。あ、なんか本体の更新が始まっちゃった。はい、で、リセットしたら、また、みんなで挑戦で、本ボタンで、設定で1日進めるってやつですね。なぜかスリープをしちゃったけど、それで、別のポケモンにね、変えていきたいと思います。まあ、今回ね、ダイオード以外も一応やっときたいので、まあ、ほとんどやる意味ないんですけどね。もう今更もうほとんど出てるポケモンですから。まあ、リザードンとかはまあいいのかな、でも。持ってる人でも。まあ、こいつらももう出てきたしね。てか、魔法メール出てきたじゃん、これお前。まあいいんだけど、そういう文句言ったってしょうがないんだけど、まあこれで別のポケモンに変えていきましょうか。まあ、魔法メールはいいや。戦わなくて。まあ次のやつぐらいで、なんか良さげなやついたら、戦ってみましょうか。まあ、それ。お、ソーナンスですね。やっぱなんかあんまメンツが、やっぱ微妙だな。正直これ、また色違いなかったら最悪だったぞ。まあ、とりあえず行くか、こいつ。適当にシャンデラで行っちゃいましょう。はい、こいつはね、もちろん色違いなんで出てこないからね。まあ、とりあえずこれで、どんな報酬出てくるかとか、ちょっと、まあ、大体一緒なんだけどね。まあ、一応ね、ちょっとウォーミングアップがてら。そういうのやっとかないと、ちゃんと色違い出てくれませんから。そんな簡単に出てくれませんから。あ、5つバリアですね。やっぱソーナス微妙に強いんだよな、本当に。困るな。うわ、ミラーコートでやれた。マジかよ。なんでこんな強えの。ひでえ、マジひでえ。なんでこんなウォーミングアップで、私だけやられるっていうね。NPC ではあんなさ、雑魚いのに。うわ、またやられた。おい、強えんだよ。ミラーコート強え。ずるい。なんでお前すげえ力発揮してんの、相手だと。ソーナスなんとか倒しました。リッピー棒で行きましょう。え、さすがに捕まろ？そこはね。ソーナス。おい、いいね、いいね。さすがにそれはいいよね。ここでミラーコートみたいの使ってきたらもう最悪だからね。実際使えるだろっていう、捕まえられる時に。お、経験飴 L3 個。あ、そっか、4つ星だからか。だから、XL すらないというね。ただ、やっぱ鉱石1個ずつあるし、ダイマックス飴1個。え、あ、珍しくね、こういう太い長ネギとか、バッグの缶詰とか、水辺のハーブとか。これあんま見たことないですね。まあ、ただそんな必要ないかな。あ、でもあれか。これあれか。カレーのレイドだから特別で出てんのかな、多分。カレーに入れるやつ。ですよね、これ多分。あ、そういうことか。だからそういう意味で結構いいレイドなのかな、人によっては。まあでもいらないか、こういうやつ。それ言ったらおしまいなんだけど。はい、じゃあポケモン見ていきましょう。なぜか色地ボックスにいるソーナンス。あー、4V か。まあそりゃそうだよね。
それはしょうがないよ。で、レベル50のメスですね。で、特性は影踏みで、相手の影を踏み、逃げたり交代できなくする。まあ、これは夢特性でもないと。まあ、それはまあ、どうでもいいんだけどね。で、ミラーコート、アンコール、カウンター、甘えるということで。まあ、これは先ほども言いましたけど、ミラーコート、カウンターあたりはね、結構気をつけるべき。まあ、気をつけようがないんだけど、そこは注意した方がいいですね。で、身長の性格。でございまして、リボン持ってない当然ね。ということで、まあそうなんですね。ウォーミングアップ終了ということで。はい、じゃあもうこっからは色違いのダイオードだけ狙っていきたいと思います。あと入れるだけですね。来いよ来いよ来いよ。最近ここ調子いいよ。出てくる。おお、いいね、来た。また一発で来た。もうこれ2回だけでも今回済んだんで、なかなか運はいいっすね。てか上がってんのかな、やっぱ確率が出てくる。こういうイベントレイドのやつの。で、イベントレイドのところ出たら、またみんなで挑戦でね、本ボタンで、設定で1日で進めれば、ちゃんとね、別のイベントレイドのポケモン出てきますので、ここでね、またね、5つ星ダイオード、出てくるまでひたすらやっていきたいなと思います。5つ星のね、やつでしか色違いの確率上がりませんので、そこはくれぐれも注意っていう感じで、なんか今回も早く出てきてくれるんじゃないかなっていう勝手な期待がございますと。お、来ましたね。来ましたら、ここで、レポートを必ず書いておきましょう。割と早く来ましたね。まあ、ドガースとソーナンスと魔法ミルと、ダイオードとリザードンなんで、まあ、結構多いっちゃ多いですけど、多分リザードンが巨大マックスっぽいので、あんま多分確率的に出ないので、ダイオードとか出やすく感じてんのかもしれないですね。まあ、とりあえずやっていきましょう。早く来てくれ。早く来てくれ。さすがに来ないよね。多分色違い、多分ダイオードあんま分かりにくい感じだったと思うので、ちょっと見分けんのだるいっすね、ここは。調べてしか見たことないんで、あんま色違いの感じ分かんないんですけど。まあいいや。まあで、出なかったらまたリセットですね。はい。で、出なかったらあとは同じ工程で進めるだけですね。みんなで挑戦やって、本元の日付変更バグでね、また別の5つ星のダイオードを出して、それで色違いをひたすらに漁っていきたいと思います。本当にすぐ出てほしい。最近ちょっと疲労が溜まってんだよ。頼む、協力してくれ、ダイオード。出てきましたね。やっぱり巨大マックスリザードンが出てくるっぽいですね。超かっこいいわ、これ。こいつ色違い出てきたらまあ良かったんだけどね。さすがにそれは無理か。無理だよね。つうか分かんねえんだよ、色違いかどうか。あ、色違い、色違い、色違い出た。や、マジか。またなんでこんな運良くなってんの？え？どういうこと？すげえ楽なんだけど、編集とか。ありがたいわ。え？なんで？てかもう、嬉しさより驚きがすごいんだけど。てか色違い見えねえわ、やっぱり。え、色違いこれちゃんと。すご。マジか。え？何？ 3 発目で出た。超運良くて、ちょっとここで使うのもったいないんだけど、こんな運、ここで使いたくないよ。だって、こっからまたさ、ダイパーリメイクでしょ？あとレジェンズとかあって、そこで運使いたいんで、ここで使いたくないんだよ、正直言って。まあいいや。はい、ここで、あれか、バリア5つですね。だからそこそこ強いかな。まあでも、大丈夫でしょ。うわ、地鳴らしきつい。地鳴らしはないわ。マジで、エンニューとはもちろんやられるよね。ペラオくんだから、お前。ペラニュートだからさ。地震もやってきた。なんで地鳴らしだけにしろよ。地鳴らしと、なんで地震どっちも。しかも地鳴らし連続でやってきた。地震の次に連続でやってくるとか、お前、ずるいよ。ずるい王道って呼ばせてもらうよ。オッケー。大王道倒せましたね、なんとか。ギリギリ。はい、リピューボーで行きましょう。いや、頼むよ。ここもしっかり頼むよ。一発で。ここ二発目とかすげえ萎えるから。すごいそれ、強ざめだからね。頼むよ。ここでしっかり来ないと、そこは、いいね、いいね、いいね。ちゃんと来た、来た、来た、来た。はい、大王道を捕まえたぞ、ということで。本当にやばい。運が良すぎて。ああ、確かにここだと色違い感わかりますね。緑っぽい感じになってんだ。全然初め出てきたところじゃわかんないですね、やっぱ。で、アイテムは経験、アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個、鉱石1個ずつ。これ4つ星と一緒なんだね。あ、で、やっぱりバッグの缶詰とか、太い長ネギとか、ゆで卵とか、カレー作るのに必要なアイテムかな、とかが手に入るということで。ま、これはでもいらないかな。しかも四つ星とかと一緒だしね。まあいいや。特にレアアイテムでもなかったかな、今の。はい、じゃあ、ダイオードを見ていきましょうか。はい、いきますよ。はい。5V ということでね。まあ、そこはね。まあまあまあ。
みんな落ち着け。あ、で、そうだそうだそうだ。巨大マックス大王道なんだね。当たり前のようにも巨大マックスだったわ。それ忘れてましたね。忘れてたっていうか、あんまなんかどうでもよかったっていうか。それはいいや。で、レベル60の押数で色違い。いいね。あんま色違い感わかんなかったけどね、映像の時は。でもこっちはね、なんか、いい。もうとにかく。で、特性力づくで技の追加効果はなくなるが、その分高い威力で技を出すことができる。まあ、これは夢特性ではないですが、まあ、こっちのが使うのかな？特性的に。っていうか、まあ、ダイオード自体使わないのかな？わかんないけど、対戦じゃ、わかんないけどさ、私やんないから。で、ヘビボンバー、じゃれつく、地震パワーリップ。ということで、まあまあまあ、強い技ですよね、そこそこ。で、レイドの時だけね、地震と、地鳴らしとかやってくるので、全体攻撃ね。そのあたり、まあ注意した方がいいですね。かなりきつかったな。で、テレアの性格で、これ性格わかんない。あ、良くなかったか。全部上がんないやつか。別に何も上がったり下がったりしないやつ。だから良くないのか。で、リボン持ってないで、まあそんな感じですね。で、また今回ね、剣盾ポケモンだから良かったですね、ほんと。はい、ということで、今回はカレーのね、作った時のランクのポケモンというかなりマニアックなチョイスの、やつとなっておりました。で、ダイオードは色違い出るということで、私めちゃくちゃ早く出たんで、最近運が良すぎてちょっと逆に不安になりますね、今後が。運悪くなっちゃうんじゃねえかって。まあでも今回も前回のオドスパスに引き続き、剣盾のポケモンがね、色違い出るということで、これかなり嬉しいっすよね。昔のポケモンとかじゃなくて。まあ、今後もこの流れなんか続いていきそうな気もしなくもないですね。まあ今回もなかなかね、いいレイドですので、お前ら、地球捕獲に取り掛かり、この動画があり次第、応答せよ。